この時間はエイサーの歴史、起源などの豆知識を紹介し、またエイサーに関する旬な情報を提供する番組です。リスナーの皆様からのエイサーに関するご意見、疑問、情報もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。そしてエイサーやのフェイスブックでもメッセージを受け付けています。皆様からの貴重なご意見お待ちしておりますよ。ワントゥエイサー、この時間はエイサー情報交流室、エイサー屋の提供でお送りします。今週のお相手は FM ことみみりとエイサー屋トーマとエイサー屋スムラです。よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。おはようございます。エリさんがなんかマスクを外したの久しぶりに見ました。あ、やったそうなんですよ。もう夏になったのでうん、うん、そ、実は私喉が弱くて、とてもはいはい、マスクをね冬に外してしまうと、うん、すぐあの喉から風が来るんですよ。なので夏になったということで外しました。お久しぶりです。なーちゃらーって感じですね。ですね、実はですね、早速なんですがメールが届いておりまして。お早いです。はい、写真付きで嬉しい。横浜のマサさんからです。あら、暑い暑い中野チャンプルーフェスタでのお仕事お疲れ様でしたということですね。はい、お疲れ様でした。はい、これは高橋さんとキャルさんが、そうですね、はい、見てたんですね。はい、そうなんですね。昨日帰ってきましたかね。うん、昨日そう帰ってきたんですけど、はい、今日の朝もお疲れな様子でデージ眠いって言ってましたね。でしょうね。デージ眠い、もう疲れたって言ってました。色も黒くなってましたね。うん、ちょっと痩せたんじゃないかな。そんな中野チャンプルフェスタもあった週末でございますけれども、はい、はい、ではでは、このコーナー参りましょうかね。はい、はい、エイサー豆知識のコーナー。はい、はい、それでは今日のテーマは、はい、ハワイでのエイサー。じゃじゃん。ことですね。忘れてた、アイリーだ。すいません。はい、じゃあ今日は私が読んでいきたいと思います。はい、ハワイでのエイサーということで、うん、読んで、すいません。ハワイでのエイサーということで、今日は海外の中でも特にエイサーが踊られている地域がハワイです。ということで、うちなんちゅがハワイへの移住を始めた1900年頃の日記には、阿波瀬出身の仲間良英さんが、うん、ハワイで最初にエイサーを始めたと記されています。おー、ハワイには沖縄県以外にも日本各地から移民が来ており、うん、出身地ごとのコミュニティにできた寺院でそれぞれの地域の盆踊りが踊られるようになりました。沖縄出身者も1932年に沖縄出身の僧侶によって会員された明神寺派臨済宗ハワイ海峡院、通称臨済禅でエイサーが踊られるようになり、1938年に会員した、浄土真宗本願寺派旧寺公園でもエイサーが踊られるようになりました。当時ハワイではエイサーのことを琉球盆踊りと呼んでおり、はい、現在では盆ダンスと呼ばれています。ハワイのエイサーの特徴は寺院で櫓を組み円陣で踊るのが特徴です。なんかお寺でね、はい、するっていうのがねイメージ湧かないです ね不思議じゃないですか。不思議ですね。言ったら、うん、まあこの仏教として分けるとしたらなんか同じなのか何なのか。仏教って言っちゃったから同じか。まあいっか。でもね、はい、矢倉の上で
そう、なんかね、エンジンで踊るっていうのは、うん、こう、あんまり不思議ですよね。あの手踊りエーサーとかだとね、うんうん、エンジンで踊られたりするんですけど、今のね、現在のあの太鼓エーサーとか、はい、あんまりエンジン見ない、うんうん、感じがしますね。なので、昔のエーサーがね、多分そのまま残っているんでしょうね。何も変わらずというか、うんうんうん、そうそう、はい、珍しいですね、見たいですね、うん、見に行っといで、見に行っといで、あわい、プライベート行きたいですね。プライベート、めっちゃプライベートで。はい、はい、ということで、はい、今日のテーマはハワイでのエイサーについて、お話ししていただきました。はい、続いてこのコーナーです。はい、いいですか。はい、沖縄市の青年会紹介ということで、うん、沖縄市の青年会の特徴を毎週2団体ずつ紹介していきます。はい、今回は、今日は、千葉な青年会と照屋青年会の紹介をしていきたいと思います。はい、まず千葉な青年会、うん、千葉なエイサーの踊りは早いテンポでの演舞、またタンチャメイという曲では隣の太鼓と交差し、お互いの太鼓を叩き合うところが特徴です。他にも曲と曲の間に行われる地方のチンダミ中、調弦中ですね、はい、に太鼓のリズムをよ太鼓をリズムよく打ち鳴らすところも特徴の一つです。ええどういうこと？タッ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 みたいな感じで叩くんですよ、うん、このチンダミ中、お客さんを暇させないためですってこの前聞いたら言ってました。千葉の青年会の方々が。でもあのそう始めたのはチンダミ中ってあれタン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 ってやる。そうです、やってる最中、あの弦を調子をね、調子をあの落としたりするので、そうなんです、その間のこのタンタンタンを聞かせないためにやっています。エイサーっていうことでも、へ、うん、へ、毎回やってますよ。そう、なるほど。はい、続いて、はい、テリア青年会、こちらは踊りの特徴は最後の等身同意に2つの型があり、ゆっくりとしたテンポから地方のフェイスとともに速いテンポへと切り替わるところが見どころです。以上です。短そうなんですよ、短とか言ってでもね、テリア青年会はね、もう一つ見どころがあって、はい、あの旗頭、うん、旗頭がすごいんですよ。あのね、沖縄市でというか多分沖縄県で一番踊る旗頭だと思います、うん、そう、はい、めっちゃもう旗頭しか見てないんじゃないかっていうぐらい目がいくんですよ、うん、上手とってもすごい。この人が上手じゃなくて毎年この子が、この子が上手、今のこの旗頭の人が上手、はい、会長なんですけど、へ、そう、この子がすごい、あ、いや、この子はもう年いって歩けなくなるはずねぐらい、うん、旗をブンブン回すのね。すごいです。旗ブンブン回せるんですか。もうなんか ね軽そうに見えます。あー、そうで、だけど先週かな、先々週か、うん、あのミュージックタウンの周年祭だったかな、はい、それであのテレア青年会来てくれて踊っていたんですけど、はい、その時はちょうどこの子が、この旗持ちの子が、うんうん、あの怪我をしてたみたいで違う方がまた旗を持って踊ってたんですけど、はい、うんうん、その時には結構重く見えました。あ、本当はこんぐらい重いんだって思う感じぐらいの違いですね。すごい、そうそう、ちょっとじゃあ、はい、次回テリア青年会見るときは、そう、ちょっと旗頭の方にも注目していただいて、そうそうそう、逆にそこしか注目してない人もいるかもしれない。あのもうね、迫力がなんかエーサー見たいけど、はい、旗に目がいってしまうみたいな。お、もちろん上手なんですよ、大太鼓とかも、うんうん、そうそう、締め太鼓とかも上手なんですけど、はい、飛び抜けすぎてそうなんだ、見てしまうんですよね、いつも。ぜひ見てみてくださいね。はい、ちょっと気になってきました。はい、じゃあその会長さんがいるときにチェックしたいと思います、はい。ということで沖縄市の青年会紹介のコーナーでございました。はい、続いてメッセージ&インフォメーションのコーナーです。はい、僕いきます。はい、メッセージ&インフォメーション
ということで、エイサーナイトも7月から始まっているんですけれども、はい、今週もですね、うん、エイサーナイト土曜日22日夜7時半からあります、はい、で場所が東南植物楽園でして、うん、はい、出演団体が3団体、うん、1つ目に千葉な青年会、はい、今紹介がありました千葉な青年会と、うん、2つ目に名護市のぐすく青年会、うんうん、で3つ目に池原青年会のその3団体の出演がです、はいはい、まあ、あの出演団体の3団体千葉なから今伝えたんですけれども、はい、出演の順番は変更になる可能性もありますので、うーん、はい、ということです。ご了承ください。ご了承ください、はい、でこのエイサーナイト22日今週の土曜日の翌日ですね、はい、風山祭、毎年恒例の山内で行われている風山祭が午後3時から行われまして、はい、ここも出演団体がすごい多いですね。すごいですね、はい、ちょっと団体の方も純不動なんですけれども、ちょっとお伝えさせていただきます、はい、で久保田青年会と明桜大学明桜エイサー、はい、で北中城村島袋青年会、はい、で沖縄市山里青年会、はい、で沖縄国際大学琉球風車カジマヤ、はい、で沖縄市テルヤ青年会、はい、で沖縄市南東原青年会、はい、でうるま市 S 青年会、はい、で沖縄市松本青年会、はい、で最後に沖縄市諸見里青年会の団体が出演します。いっぱい出ますね。いっぱい出ます。市内市外で夕方ではなくても午後3時からのスタート、うん、ということなので、はいはいはい、だいぶ昼間から長々と遊べる祭りではないかなと思います、はい、ぜひ遊びに行ってください、はい、でですね、今年も第62回沖縄全島エイサー祭りが始まりまして、うん、でもうチケットの前売りの方も発売しておりまして、うん、S 席前売りの方が2,000円、はい、で A 席前売りの方が1,200円、はい、で当日になると両方とも値段がちょっと上がりまして、はい、S 席が2,500円、はい、A 席が1,500円となりますので、はい、できれば前売りチケットの方を購入していただいた方がそうですよね、いいと思いますね。当日ね、もしかしたらないかもしれないし、うん、もう結構もうスムーズにというか、もう結構前売りチケットも売れてきてますので、はい、そうなんですよね。いっぱい問い合わせもあるので、はい、そうですね、ぜひお早めにお買い求めください。よろしくお願いいたします、はい、で発売場所なんですけれども、うん、沖縄市観光物産振興協会、はい、ミュージックタウンにあります、はい、そちらの方で窓口販売を行っております、はい、で電話での問い合わせとかはできるんですけれども、この取り置きとかはできませんので、はいはいはい、窓口の方に購入の際はお願いいたします、はい、であともう一つ沖縄市の体育協会、はい、こちらでも窓口販売で行っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、でローソンチケットとチケットピアの販売がありまして、はい、ローソンチケットの場合は L コード、はい、84262、はい、84262、はい、こちらのコードを入れていただければローソンの方でも購入できます、はい、でチケットピアの方が P コード、はい、636-050、うん、P コードの方が636-050、うん、こちらを入力していただけると購入可能です。はい、ぜひよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、以上です以上です。いい感じですね。ざざっとそうで、はい、エイサーナイトなんですけど、うん、7月22日ね、東南植物楽園で行われるんですが、はい、通常ね、東南植物楽園って入場料が出ると思うんですけど、うん、発生しますね。そうそうそう、エイサーナイトは、7時半からスタートなので、多分1時間前ぐらいからは、はい、入場が無料になるんだったと思うんですけど、はい、なので席を取られる方でも、このね、早めに来すぎても多分お金がかかってしまうし、そうそうそうと思うので、うん、お金払いたくないし、でもエイサー見たいっていう方は多分1時間前だったら入場無料だったと思うので、はい、ちょっとぜひ それぐらいの時間帯に、なるほど、はい、来ていただければと思います。はい、分かりました、はい、それではエンディングです。ワントゥエイサー、はい、この時間はエイサー情報交流室エイサーエアの提供でお送りしました。お相手は FM 小澤みみりとエイサーエアトーマと安村でした。